夢をつめて、ああ、ちょっとポージングください。横になったりとか、はいはいはい、ちょっと真後ろ見ちゃうか。憧れてたヒーローたちの必殺技や呪文はもう、はいはいはい、今日はネオ渋谷 TV ので流れる、街で流れる映像の撮影をしています。まずはワンポーズ目の白の衣装というか、白のロンティーバージョンの撮影をしてます。全部お任せしてかっこいい歌詞になっていてもらいたいなと思います。こういう撮影したことないから。はい、ゆかるん、お願いします。靴脱げますね。はい、靴脱いじゃって全然。はい、いいですね。はい、いいですね。いい感じ。みんな上手でも、これもったいないの。違った、そう違った。でもそういうことよ。聞こえるよ。オフショットじゃないの。あー、わかった。じゃあ私がじゃあ3枚撮り。誰かのせい。はい、ね、これまだ1パターン目、次すごいことに。ナチュラルバージョンですね。メイクもかなりナチュラルな感じで、ここからまた変わるんですか。変わるんですか。かなりハードにアートな感じになります。今メイクをオフして、白バージョンから黒バージョンに変わるので、かなりハードなアートな感じになると思います。私もまだわかんない。メイク、私フィッティングの時に私だけちょっとメイクをしてもらったんですよ、この後にやるメイクを。それがもう本当に楽しくて、生まれ変わった私みたいなので、すごい楽しかったので、今からめちゃくちゃ楽しみです。本当もうこっから大変身するので覚えておいてください。多分もう別人になります。何をイメージされてるんですか。これは私はスターウォーズ
出演決定ということで、おめでとう。おめでとう。ありがとう。ついに。おめでとう。念願だとね。念願だった。ね、アルトリーツ。違うわ。違うわ。違うわ。違うんだ。違うんだ。違うんだ。私はもうこれはあれよ。これは何だろ。タイの大仏です。いやいやいや。大富豪の奥さん。なるほどね。なんじゃの。これ昨日食べた。大富豪だったお肉を食べる。これはもうすごい。北極熊の。北極熊。やっぱ近いんだね。どれもね。これもそうだよ。でまあ R&B っていう感じで。LA に、世界を学びかけ、新宿の歌舞伎町で占い師やってそうじゃない、なんかこういう、そっち、そっちとも言う、私、そっちのイメージ、でもクリエイティブなチームで、こういうことができて、本当に、こちらも刺激でした、かなりいい刺激になったなと思います、またやりたいね、いや、何かを極めてる人は本当すごいなと思うので、かなり勉強になりました、またね、いろんなことがあると思うので。サイサイの動きをチェックしてほしいなと思います。イエーイ。見てね。やばい、まだ今ボサボサの状態で衣装がね、もう出来上がってすごくいい感じですということで、3月15日、今日、シークレットライブ、始まります。もうあと1時間切りましたね。間もなくライブが始まるということで、もう結構メイクとか衣装ももう本番と同じぐらい完成しているんですけど、このスカートもトップスも全部1枚のロンティーを、白と黒のロンティーを切り張りしてリメイクしてもらった、もう一点物で、しかもメンバー全員それぞれの高校生も出てるし、なんかこの日のためだけに作った衣装ということで、なんかすごい特別感があります。で、メイクもやばいですよね。これシルバーのスプレーを初めて吹きかけてもらって、めちゃくちゃバキバキになってるし、お花もついてたり、なんか今回のテーマが妖精っていう、こうふわっと女の子らしい感じに加えて、ちょっと死人のような、こう結構顔色も真っ白になってるし、なんかその死人によってちょっと不気味さみたいなのを、妖精の中のちょっと違和感みたいなのを表現したいらしくって、なんかそういう不気味な感じが、こうライブでどうなるのかがすごく今から楽しみです。演奏もかなり気合い入っていて、かっこいい演出になっているので、みんなの反応が楽しみです。頑張るぞ。派手すごい新鮮ね。めっちゃ可愛くないですか。すごい気合いが入ってます。頑張ります。かちゃん、リップみんなもう OK だ。じゃん。死人メイク、かわいい。今日はこんなすごい衣装とヘアメイクをしてもらって、すごい自分じゃないみたいなので、ライブのパフォーマンスもすごく楽しみです。しかもフリーライブでこのクオリティはすごいなと思います。セットリストもツアーとは全然違うし、いつもやらない順番なので、すごいなと思います。本当に頑張ります。はい、もう間もなくシークレットライブ始まります。この見ての通り、いつもとは全然違う、この、ま、衣装もだし、ヘアもメイクもかなり攻めてる感じです。ヘアメイクのポイントはきっとのオッドアイと左右色が違うよってやつと、これですね、この頭
これお花なんですよ。お花がいっぱいついててスプレーがしてあってこうカポッとつけてめちゃくちゃピンをもう見たことのない量のピンで頑張って止めてもらってます。いやでもなんだろうな、セットリストとかあとライブの演出もいつもと全く違うのでやったことのない感じの演出もたくさんするので今までに誰一人一度も見たことのないサイサイが見れるんじゃないでしょうか。どーん頑張ります。どーんもうマモです。もうマモなく。はい、じゃあ皆さん行きましょう。時間です。はい、お願いします。私ここに置いてきますね。皆さんよろしくお願いします
今までに見たことのない世界観だったんじゃないでしょうか。一番時間かかったのセット。そうだね。ヘアメイクにも時間かかったしね。こんな入念にすることね、なかなかないですよ。楽しかったです。異世界の感じがいいですね。いつものオーファンのみんなも不思議そうな目で見てたんですけど、最後はすごく楽しんでくれてたので。